はい、皆さんこんにちは、ゴルフタットです。中級から上級ぐらい向けのですね、ちょっと飛ぶアイアン、ちょっと気になるアイアン打ってみましたので動画にしてみました。それでは行ってみましょう。じゃあ45から、これです。これいいですよね。僕してもいいよ。そう。これでいいです。ナイスショ。わあ、これ一番いいです。まっすぐ。はい、打ったのはこの4機種でですね、大体ターゲットが、まあ、中級から、まあ、7機丸はちょっと上級向けなんですけど、まあ、普通のスペックなんだけど、まあ、ちょっと飛ぶと。まあ、ヤマハのインプレスみたいですよね。露骨に飛びますっていうのじゃなくてですね、まあ、まあまあ格好も良くって、操作性もあって、でも多少飛ばしたいなというものが集まっています。なので、スペックとしましてはですね、まあ、ロフト30度の、まあ、クラブの長さも37インチで普通と。シャフトもまあ、だいたい100グラムちょっと切るぐらいで、790は、モーダスの105なんで、まあ、これちょっと重いと。そしてですね、構造はですね、425が、ボディ鋳造の、フェースも鋳造っていうことで、まあ、サングス線入れたりとかしてるんですけど、まあ、これは一番普通な作り。でですね、790はですね、まあ、これはちょっと高級でですね、ボディがですね、ナンテズの鍛造と。そしてフェースがですね、反発力のある、マレジング系のフェースで、これも鍛造ということでですね、まあ、構造的にはまあこれが最強ですね。そして中空構造で、スピードフォームっていう樹脂が詰めてあると。ということで、もうこれはちょっと高級な作りというか、凝った作りですね。キャラウェイの DCB なんですけど、これがですね、APX は、前からですね、ボディがなんて単造で、フェースも、単造だったんですね。マレージング系の素材を単造にしてたんですけど、この今回からですね、例の AI フェイスということで、ちょっとややこしい、肉厚分布になってるんで、ちょっと単造で作れなかったのかなっていうところね。まあ、これがこう、どういう結果になるか、まあ、見物でしたね。で、まあ、SIM2 はですね、まあ、普通の鋳造なんですけど、まあ、後ろにこの、ほぼ蓋をしてる感じで、まあ、いろいろついてるという構造です。そしてスペックとしてはですね、まあ、この SIM2 だけですね、このちょっとこの微妙にシャフトが軽かったり、こう長かったりしてですね、なんとなくこのこっそり飛ばしてやるぞっていう、あ、もうロフトもちょっと立ってますね。こう、こっそり飛ばしてやるぞっていう感じがしてですね、まあなんとなくこの、これがどうなるかっていうことですね。はい、そして見かけはですね、背面はですね、790一番すっきりしますね。
まあこれ中空なんで、まあ、後ろが閉じてるんで一番スッキリしてる。そしてですね、まあ DCB と425はまあ普通のポケットキャビティですね。で、MAX はね、これ中空ではないんですけど、まあ、この辺いろいろ詰めてあるんで、まあ、ほぼ閉じてる感じですね。はい。で、正面から見るとですね、まあ、720が一番普通の感じなんですけど、でね、425もね、意外と普通ですね。で、ピンは、ここにノッチがあって、まあ、来角を調整できるというために、こう、くびれがありますね。でね、キャラウェイなんですけど、この、ここのですね、この幅が一定ですね。で、普通のアイアンってこの、こう、霜膨れになってるんですけど、で霜膨れにするとですね、上から見たときにフラットな感じになって、まあ、引っかかりにくく感じると。ということで、まあ、どういうモデルでも若干こう、霜膨れにするんですけど、DCB はこれほぼ同じ、ここが広さですね。それとですね、この高さがあります。高さがあって、ここの角度が急ですね。なので、上から見たときにアップライトに見えますね。そしてね、この懐の作り、これですね。ここの作りもね、これちょっと狭いですね。なので、ちょっと顔の描き方が個性的ですね。APEX は。SIM2。で、SIM2 はですね、まあ、意外と普通ですね。前から見ると。で、テーラーメイドもですね、このここに、ノッチがあってですね、来角を調整できるように、というふうに、設計されています。はい、そして上から見た形なんですけど、オフセットはね、まあ、当然790が一番小さいですね。で、425がね、意外とオフセットあるんです。これ、実際見るとこんなに気にならないんですけど、まあ、こうして見ると結構オフセットがありますね。で、DCB はね、まあ、この懐が小さいのと、このトップラインのこの傾斜がきついので、まあ、アップライトに見えますね。捕まりそうに見えます。そして、トップブレードの厚さはですね、まあ、790、まあ、これ一番薄いんですけど、で、ピンもね、今回ものすごく薄いです。で、DCB の方がもうはっきり厚いです。でですね、まあそうなんですけど、まあ一番厚いのは当然この MAX で、この面取りをきつくしてるんで、あんまり感じないんですけど、厚さ自体はこれが一番厚いです。なのでちょっとぽっちゃりして見えますね。はい、ここからですね、打球データに入っていきます。まずボールデータっていうことで、キャリーと飛距離なんですけど、まあ、こんな感じになりました。でね、私の飛距離はですね、まあ、この時もうほとんどウォームアップもせずに、まあ、こっちから順番に打ってたんで、まあ、ちょっとこのピンの時あんまり強く触れてないんですけど、まあ、大体100、うまく打って170ぐらいですかね。だから、これちょっと飛んでない感じですね。シムが飛んでるという感じですね。高さなんですけど、これもですね、425の時ちょっと当たりが悪くって、トップ気味の当たりが多かったので、ちょっと低めになってるということなんですけど、まあ、ちゃんと打つと、あんまり他と変わらないかなって感じですね。で、これもまあ、シムが、一番高くて、こう、なんとなくこの、右上がりという結果です。そうしますとですね、落下角度は、まあ、これもですね、ちょっとトップ気味の当たりだったんで、425低いんで。はい、そしてボール初速なんですけど、これもですね、この、なんとなくこの安定の右上がりっていう感じで、まあ、DCB と MAX は初速が出るのかなって感じですね。で、790のヘッドスピードが遅いのは、これはシャフトが重いせいですね。でも、ボール初速はちゃんと出てますね。はい、スピンですけど、
これはですね、790が多いようですね、こうデータを見ると。打ってるときはあんまり感じないんですけどね。そして打ち出し角。打ち出し角は、790が一番低いということで、まあこの低弾道コースピンということで、まあいわゆるこのプロっぽい球になってるっていうことですね。はい、そしてですね、まあこれ、ボールの飛び方もそうなんですけど、大事なのが左右のブレですね。左右のブレがですね、これ各5球ぐらいしか打ってないんですけど、まあ、ちょっと時間がなかったんで。で、425はですね、これまあ普段使ってるのと全く同じスペックなんで、ネットに向かって打っても、だいたい右に飛んだとか左に飛んだとかってわかるんですね。で、それで調整するので、まあ、ブレは結構少ないと。で、790もですね、打感良くてですね、まあこれどっち飛んでるかも、なんとなく分かりましたね。でね、DCB はね、これ食いつくんですけど、これデータ見たらこれ意外と左行ってましたね。で、この打った後でデータを確認せずに、こう続けてこうバンバンバンって打ってるんで、結構こうストレートなイメージで打ってるんですけど、まあみんな、フック系だったということですね。で、マックスはですね、まあこれ最後、このシャンクしたんで覗いてあるんですけど、まあかなりフックでしたね。打った感じはね、割とストレートかなと思ったんですけど、まあ、実際はかなりフックでした。はい、ということでですね、総評しますとですね、まずですね、全体のバランスと、クラブ全体のバランスと、シャフトとのマッチングと、まあ、これ同じことなんで、一緒に、お話ししますとですね、425はですね、ヘッドが軽いですね、まず。まあ、ピンなんで、ピンは昔からこうなんですけど、でですね、NS プロなんですけど、ネオンになってからちょっと硬くなったんで、まあ、しなりは少なめと。いうことで、同じ、今、NS のネオを標準にしているアイアン多いんですけど、他と比べてですね、まあ、かなりシャフトのしなりが少なめになってますね。これはね、他のレビューの人もね、なんで言わないんですかね。まあ、私はもう20年ぐらい前からピン使ってるんで、分かって買ってるからいいんですけど、これはね、なんかピンはみんな方向性いいとかっていうのは言うんですけど、ヘッド軽いってこれなんで言わないんですかね。これはね、ちょっと言ってあげないとダメかなというところですね。それで790なんですけど、これはですね、モーダスの105なんで、まあ一番しっかりしてるんですけど、全体のバランスもね、非常にいいですね。なので、シャフトのしなりもいいですし、まあ、打ち込んでも結構打ち込んでも大丈夫と。ということでですね、全体のバランスはこれ非常にいいですね。そしてですね、DCB なんですけど、これは425と同じ NS プロ950のネオなんですけど、ピンがね、この、ね、D0 合わせて組んであるんですけど、これがね、多分ね、バランスで言うと D の 1.5 ぐらいで、ヘッドが重いです。同じ長さ、同じシャフトでもヘッドが重いんで、こっちの方がしなるんですけど、それがですね、打ってみたらね、これ非常にいいですね。でね、このネオはね、これぐらいの重さで組むことを想定して設計されてるんじゃないかなっていうぐらい、全体のバランスは良かったですね。非常に楽に上がって距離も出ると。いうことで、まあ、マッチングも全体のバランスも、まあ、これ非常に良かったですね。これ一番良かったですね。そしてですね、SIM2 MAX なんですけど、これはですね、シャフトが、KBS なんですけど、これテーラーメイドの、ストック品というか専用シャフトで、
感触としてはね、まあ、KBS のあのパリパリの感じなんですけど、まあ、85g と軽いので、しなりは あります。なんかパリパリでしなるってなんかちょっと矛盾してるんですけど、あの KBS の感じのまま、どん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 肉薄にしてった感じですね。そしてですね、これだけはですね、もう明らかに先が動きます。明らかに先調子です。でですね、これはね、ちょっとヘッド軽めなんですけど、まあ、それ以上に先が柔らかいので、シャフトはよく動きます。ヘッドは効いて感じます。なので、全体のバランスとしては、これも非常にいいです。まあ、まあ、少なくとも設計者が意図したようにできてます。先調子で、よくキックが効くという作りになってます。次にね、ダカンとダウンなんですけどね、これはですね、最近各社ですね、まあ、振動吸収材入れたりですね、後ろにこの樹脂をいろいろはめたりしてですね、まあ、工夫しているので、昔みたいにですね、なんかカンカンいったりですね、まあ、手に響いたりとかですね、まあ、そういうことはあんまりないですね。では、それを踏まえて言うとですね、425はまあ、打感普通なんですけど、最近のモデルとしてはですね、これちょっと響きますね。でですね、まあ、425嫌な人っていうか、あんまり好きじゃないっていう人はですね、まあ、みんなが打感が悪いって言いますね。そして、790なんですけど、まあ、これはですね、まあ、中空で、中に詰め物がしてあるんで、まあ、響かないですね。もう重低音ですね。非常にいい音と感触ですね。で、振動も非常に少ない。まあ、この辺はさすがですね。はい、次、DCB がね、これがですね、まあ、音も打感も普通にいいですね。もう全く問題ないですね。そして打感がね、425よりも食いつく感じですね。こう硬い材料使ってるんですけど、その割には食いつきますね。で、私物マックスはですね、まあ、これもですね、まあ、後ろにいろいろはめ込んであるんで、音とか打感はもう全く問題ない。で、それよりもですね、これは食いつきがものすごく強いですね。もう右に行かない。もう全然右に行かないですね、これは。はい、そして見た目なんですけど、まあ、これさっきも話したんですけど、425はね、意外とね、上級者っぽいですね。トップブレード薄いですし、オフセットも今回少ないですし、まあ、形もすっきりしてますし、まあ、G シリーズなんですけど、まあ、かなりI シリーズに近づいてるなということでですね、まあ、G と I の間の、まあ、H シリーズって感じですかね。次、790がですね、これはまあさすが上級者用だけあってですね、見かけはこれが一番スッキリしますね。で、まあ上から見た形も、前から見た形も、まあ、テーラーメイド癖がないんで、まあ、これでちょっと嫌だっていう人はあまりいないんじゃないですかねっていう、仕上がりですね。打感もいいですね。で、DCB。DCB がね、これがね、APEX にしてはですね、トップグレードが厚いです。そして、ヘッドにね、実物ね、これ意外と高さがありましたね。ということで、結構これはですね、APEX にしては、ゲームインプルーメント寄りに振ってありますね。なので、これよりね、見かけはね、G425 の方が上級者っぽいですね。で、シムツーマックスはですね、まあ、さっきも言いましたけど、トップブレードが厚くて、まあ、いわゆる初心者っぽい形なんですけど、まあ、全体の形とかですね、面取りをきつくして、トップブレード厚く見せない工夫とかっていうのはあるんですけど、まあ、それにしてもですね、このややぽちゃな体型は隠せないという感じですね。はい、そして最後なんですけど、425はですね、あ、そうそうそう。で、ここで言わなきゃいけないのは、アイアンはですね、まあ、一番大事な、二番目ぐらいに大事なのは、ソールの形なんですけど、ソールの形はね、425はね、これ非常にいいです。
で、バウンス強いんですけど、引っかからないですし、左に行かない。これはね、G シリーズでね、多分、一番左に行かないですね。今までで。ということで、この見かけと相まってですね、まあ、さっきも言いましたけど、まあこの I シリーズにかなり近づいているという感じでですね、まあこのソールの形がいいっていうのも、気に入って使ってる理由ですね。はい、そして790なんですけど、まあこれまとまってましてですね、まあさすが名機っていう感じで、で、打感も音も非常にいいので、で、まあそこそこ距離も出て優しさもあるので、ちょっと次はね、この手のやつにするかなっていうぐらいのこの、まあ、良さですね。はい。で、そしてですね、DCB がですね、まあ、総合力最高ってしましたけど、この、まあ、全体のバランスがいいですね。でですね、難点っていうか問題点はですね、これショートアイアン、今回7番打ったんですけど、ショートアイアンがね、ちょっと左行くかなっていう気はしますね。これまあ買うんだったらちょっとショートアイアンも試打してから買いたいですね。あとはですね、他のエーペックスも打ってみたいなと思わせる完成度でしたね。まあ、全体のバランスはこれが一番良かったかなと。そしてですね、最後シムツーマックスなんですけど、これはですね、もう明らかにドローバイアスです。もう右に行かないです。で、フェースの出し方も、シャフトのキックの仕方も、ソールの作りも、もうすべて左行くように作ってあります。なので、データを見ると、距離も高さも出て、大変結構なんですけど、ショートアイアンがちょっと苦労するかなって感じですね。はい、そういうことでですね、ちょい飛びアイアンいかがだったでしょうか。全体としてはですね、DCB のバランスの良さが光りましたね。ということでですね、あれぐらいヘッド効いてた方がいいんですね、NS ネオは。なんで、ちょっと私の、今の G425 にですね、ちょっと鉛張ってみようかな、というのかと思いましたね。はい、そういうことでですね、最後まで見ていただいてありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。さようなら。